ました B リーグ2016-17シーズン第3シーズンです。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ VS 琉球ゴールデンキングス、第5戦のオフィシャルタイムアウトに入ったプロ25-24ドルフィンズ一発のリード。さあ、それではこの時間最初のシュートを決めるのは誰か、挑戦者の発表です。本日ドルフィンズ最初のシュートを決めたのはフリュー・セイヤ選手でした。フリュー選手にご応募いただいた方の中から見事挑戦されたのは森山区からお越しの原有沙さん、おめでとうございます。挑戦されました原有沙さん、ハーフタイムまでにインフォメーションセンターにお越しください。見事挑戦の原有沙さん、ハーフタイムまでにインフォメーションセンターへお越しください。以上、最初のシュートを決めるのは誰だ、挑戦者の発表でした。伊藤拓真さん、伊藤拓真さん、今年もよろしくお願いします。インフォメーションセンターまでお越しください。伊藤拓真さん、インフォメーションセンターまでお越しください。